Alright, today let's study the Japanese JLPT NE words. Okay. First of all, my pronunciation of Japanese is not good, so please forgive any bad pronunciation. Okay. That's just to get the music player ready. Okay, let's start. Today we will learn something about family and about nikushin. Okay, let's get started. Miuchi. Miuchi, relative, chinshu. Miuchi ni isha ga iru to 何かと安心だ. 身内に医者がいると何かと安心だ. 身内に医者がいると何かと安心だ. It is reassuring to have a doctor as a relative. 家里有亲戚是医生的话总是比较安心. Okay. 第二个. Next. 肉親. 肉親. 亲人. Immediate family. 父が他界し、肉親は兄だけになった。 My father passed away and all that is left of my immediate family is my big brother. 父が他界し、肉親は兄だけになった。 Okay? 次。 配偶者。 配偶者 or spouse. Pale. 配偶者. 配偶者の有無をこちらに書いてください。 家計. 配偶者の有無をこちらに書いてください。 配偶者の有無をこちらに書いてください。 Please write on here whether you have a spouse or not. 请在此写下有无配偶。 次。 配偶者。 次 next。 家計。 家計。 Family line。 家計。 中文就是家系。 自分のルーツを知るために家計図を作った。 自分のルーツを知るために家計図を作った。 I created a family tree to learn about my roots. 想知道自己的祖先，便制作了家谱。自分のルーツを知るために、家計図を作った。次。おふくろ。おふくろ。マン、老妈。おふくろ。今の電話誰から？今の電話誰から？ Who was that on the phone? 今の電話誰から？ おふくろ 是老妈打的 My mom 次 親父 Dad 老爸 親父まだ帰ってないの? Dad's not home yet 親父まだ帰ってないの? 今日も飲んでるんじゃない? He is probably out drinking. 今日も飲んでるじゃない? He is probably out drinking. 今天也去喝酒了吧? Okay. 次. 요코스. Send. 送来寄来. 요코스. 週に一度は母親が電話をよこす。週に一度は母親が電話をよこす。My mother calls me once a week. 每个礼拜老妈会打一次电话来。週に一度は母親が電話をよこす。次。女房。女房。女房。Wife。老婆。
女房。今日一杯どう？今日一杯どう？今日一杯どう？ How about a drink today? 今天去喝一杯。女房がうるさいから帰るよ。女房がうるさいから帰るよ。女房がうるさいから帰るよ。My wife would be mad, so I'm taking off. 我老婆很烦的，还是回去了。次。亭主。亭主。亭主。Husband， 当家的丈夫。亭主。ご主人単身赴任なの？ご主人単身赴任なの？ご主人単身赴任なの？亭主は元気で留守がいいって言うじゃない。亭主は元気で留守がいいって言うじゃない。And is your husband away on assignment alone? As the saying goes, best that the husband is away and well. 李先生单身赴任了。不是都说当家的只要赚钱养家，但别回家吗？次。ぬくもり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 。Warmth。温暖、温情。結婚したら、ぬくもりのある家庭を作りたい。結婚したら、ぬくもりのある家庭を作りたい。結婚したら、ぬくもりのある家庭を作りたい。I wanted to get married and build a household full of warmth. 結婚後想組建一個温暖的家庭。次。授かる。授かる。授かる。Be given. 被賜予領受。姉夫婦が女の子を授かった。姉夫婦が女の子を授かった。姉夫婦が女の子を授かった。My elder sister and her husband are having a baby girl. 姐姐夫婦生了个女儿。次。名付ける。名付ける。名付ける。Name. Here is the verb. 取名。名付ける。日本では昔、長男を太郎と名付けることが多かった。日本では昔、長男を太郎と名付けることが多かった。日本では昔、長男を太郎と名付けることが多かった。In Japan, firstborn son were historically often named 太郎。在日本以前，很多人给长男取名叫太郎。じゃあ次。すやすや。すやすや。Sleep soundly, 香甜的睡。すやすや。赤ちゃんがすやすや眠っている。赤ちゃんがすやすや眠っている。The baby is fast asleep. 赤ちゃんがすやすや眠っている。The baby is fast asleep, 婴儿甜甜的睡。次。しぐさ。しぐさ。しぐさ。Gesture, 举止。娘の仕草は私によく似ているらしい。娘の仕草は私によく似ているらしい。娘の仕草は私によく似ているらしい。My daughter's gesture are apparently very much like mine. 女儿的举止好像和我很像。次。愛しい。愛しい。愛しい。Adorable, 可爱。恋慕，可爱恋慕。愛しい。子供が寝ている姿が愛しくてたまらない。子供が寝ている姿が愛しくてたまらない。子供が寝ている姿が愛しくてたまらない。The sight of a sleeping child is so adorable. 孩子睡着的样子真是太可爱了。次。懐く。懐く。懐く。あ、be attached.亲近喜欢懐つく。末っ子は父親になかなか懐つかない。末っ子は父親になかなか懐つかない。
Seko wa chichoya ni nakanaka natsukanai. The youngest child is having difficulty becoming attached to the father. 最小的孩子不怎么亲近父亲。次。ねだる。ねだる。ねだる。Sconch, 死皮赖脸的索求。ねだる。妹は父によくおもちゃをねだっている。妹は父によくおもちゃをねだっている。妹は父によくおもちゃをねだっている。My younger sister often scorns of my father for toys. My 妹妹经常缠着父亲要玩具。次。すねる。すねる。すねる。sulk。任性。撒泼。すねる。妹は自分のわがままが通らないとすぐすねる。妹は自分のわがままが通らないとすぐすねる。妹は自分のわがままが通らないとすぐすねる。My younger sister scolds every time she is not indulged. 不顺妹妹心意的话，她就立刻任性闹别扭。次。指図。指図。Order。指示。指図。幼い頃から私は兄に指図されるのが嫌だった。幼い頃から私は兄に指図されること、指図されるのが嫌だった。幼い頃から私は兄に指図されることが嫌だった。Even as a child, I dislike having my brother order me around. 小时候很讨厌老是被哥哥使唤。幼い頃から私は兄に指図されるのが嫌だった。次。横取り。横取り。横取り。Snatching。抢夺。横刀夺爱。横取り。子供の頃、兄にいつもおもちゃを横取りされた。子供の頃、兄にいつもおもちゃを横取りにされた。横取りされた。おもちゃを横取りに、横取りされた、横取りされた。子供の頃、兄にいつもおもちゃを横取りされた。When I was a child, my big brother was always snatching my toys away. 小时候，老是被哥哥抢玩具。横取り。次。反発。反発。反発。Rebound, repel. 反抗。顶撞。いつも兄に反発して喧嘩になってしまう。いつも兄に反発して喧嘩になってしまう。いつも兄に反発して喧嘩になってしまう。I was rebel against my brother and we ended up a fight. We ended up in a fight. I always rebel against my brother and we ended up in a fight. 总是反抗哥哥，然后被就吵架。OK。次。家出。家出。Running away from home. 离家出走。家出。両親がうるさくて何回か家出したことがある。両親がうるさくて何回か家出したことがある。両親がうるさくて何回か家出したことがある。My parents were so strict that I ran away from home several times. 両親がうるさくて何回か家出したことがある。父母太啰嗦，我离家出走过好几次。23。ギクシャク。ギクシャク。ギクシャク。Be strained. 别扭，声音。ギクシャク。些細なことが理由で兄弟の関係がギクシャクした。些細なことが理由で兄弟の関係がギクシャクした。些細なことが理由で兄弟の関係がギクシャクした。The relationship between the brothers became strained for a petty reason. 为了点小事情，兄弟的关系就变僵了。24。
言い返す。言い返す。Talk back. 回嘴反驳。言い返す。父親の忠告に言い返して叱られた。父親の忠告に言い返して叱された。父親の忠告に言い返して叱された。I was scolded for talking back to my father after he warned me. 反驳了父亲的忠告被骂了。25. 言い張る。言い張る。Insist. 扬言硬说。言い張る。姉はいつも自分が正しいと言い張る。姉はいつも自分が正しいと言い張る。姉はいつも自分が正しいと言い張る。My big sister always insists that she is correct. 姐姐总是坚持说自己是对的。姉はいつも自分が正しいと言い張る。26。門限。門限。門限。Curfew。門限。門限。大学生になっても門限は10時だ。大学生になっても門限は10時だ。大学生になっても門限は10時だ。Even after becoming a college student, my curfew was 10 p.m. 即使是大学生了，门限还是10点。27。散々。散々 severe, harsh, severely, harshly, 严厉，狠狠的。散々な。散々な。門限を破って父に散々説教された。門限を破って父に散々説教された。説教された。門限を破って父に散々説教された。I broke my curfew and my father lectured me harshly. 破了门限被父亲狠狠地说了一顿。帰り見る。Reflect. 反省。帰り見る。父に叱られて自分の行動を帰り見た。父に叱られて自分の行動を帰り見た。父に叱られて自分の行動を帰り見た。After I was scolded by my father, I reflected on my actions. 被父亲教训后反省了自己的行为。29. Samo. As if. 很确实。Samo. 姉は知らないことも、Samo 知っているかのように話す。姉は知らないことも、Samo 知っている のように話す。Samo 知っているかのように。しているかのように話す。姉は知らないこともさもしているかのように話す。My older sister always talk about things she knows nothing about as if she did. Okay, 20, 30. やまやまな。やまやまな、やまやまな、have a strong desire to, 很多、很想、やまやまな。仕事を続けたいのはやまやまだが、育児中は難しい。仕事を続けたいのはやまやまだが、育児中は難しい。仕事を続けたいのはやまやまだが、育児中は難しい。I really want to continue working, but it is difficult to do 再婚、再婚。いい縁があって、再婚することになった。いい縁があって、再婚することになった。いい縁があって、再婚することになった。I happened to meet someone and decided to remarry. 偶遇良缘又结婚了。再婚、2032。健在な。健在な。健在な in good health 健在健在な父と母のどちらの両親も健在だ父と母の
父と母のどちらの両親も健在だ。父と母のどちらの両親も健在だ。My grandparents on both sides of my family are still alive. 我的父母都在，都健在。Okay, 33。いたわる。いたわる。いたわる。Care, 体贴。いたわる。息子は祖父母をいたわる。とても優しい子だ。息子は祖父母をいたわる。とても優しい子だ。息子は祖父母をいたわる。とても優しい子だ。My son is a kind boy that cared a lot about his grandparents. 息子は祖父母をいたわる。とても優しい子だ。34。高い。高い。高い。Pass away. 去世。先月。祖父が100歳で他界した。先月、祖父が100歳で他界した。先月、祖父が100歳で他界した。My grandfather passed away last month at the age of 100. 上个月祖父去世了，享年100岁。35。受け継ぐ。受け継ぐ。受け継ぐ。Take over. Take over. ちょっと待って。数年後には父の事業を受け継ぐつもりだ。数年後には父の事業を受け継ぐ、受け継ぐつもりだ。数年後には父の事業を受け継ぐ、受け継ぐ、受け継ぐつもりだ。I plan to take over my father's business in the next few years. 我打算数年后继承父业。受け継ぐ。36。遺産。遺産。遺産。Inheritance. Heritage. 遺産。父の遺産について家族会議を開いた。父の遺産について家族会議を開いた。父の遺産について家族会議を開いた。We held a family meeting to discuss our father's inheritance.关于父亲的遗产，全家人开了会。いつか海外の世界遺産を巡りたい。いつか海外の世界遺産を巡りたい。いつか海外の世界遺産を巡りたい。I want to travel around the world to visit world heritage sites. 真想能有一天去环游国外的世界遗产。Okay, that's for today. Thank you for watching.And we'll see you next day, tomorrow. Bye-bye.